はいどうも CL プラスセカンドパパです。今回もご視聴ありがとうございます。はいということでですね、今回はですね春といえば、僕の中ではねバンズを履くシーズンということでですね、ちょっとバンズのスリッポンですねを、新調しました。新しくね買い直したのでそちらを紹介しつつバンズのねよく言うアメリカ企画と日本企画のあと違いとか、見分け方とかあとどんな風にコーディネートしてますよというのを今日はね、ちょっと話していこうかなという感じでございます。では早速ですね今回ですね僕新調した、バンズスリッポンねこちらでございます。これです。よくあるこのバンズといえばなこのねチェッカーのチェック柄のねこのスリッポンなんですけれどもこれもね、アメリカ企画の、ものになってます。なんかね春何なんだろうね春って本当にバンズ履きたくなるんですけど、冬にやっぱブーツとかそういうごつい、靴をね履くことがやっぱ多くなるのでその反動なのかなっていうのもあって、バンズよく履いてます。でこのチェッカーのスリッポンに関しては、昔履いててもうボロボロになってずっと履いてなかったのを久々に買い直したっていう感じでございます。でアナハイムとかボルトとか今だとバンズプレミアムとかいろいろあると思うんですけど僕が買ってるのは一番普通のオーソドックスな普通のスタンダードなラインのアメリカ規格のものをいつも買うようにしてます。なんか値段もそれなりだし変な特徴とかもなくて一番使いやすいのが僕の中ではこの普通のねスタンダードなラインなんですよね。なのでいつもこれを買ってます。はいこのスリッポンに関してはチェッカーをね、買ってるんですけど、黒だったり、ネイビー、ちょっと薄い青みたいなやつだったり、赤だったりいろんなねオールブラックだったりいろんなカラーが、出てるんですけど、今回はこのチェッカーをね買い直したよっていう話ですね。このチェック柄ね意外と使いやすいんですよ。なんか難しいかなと思うんですけど上上下シンプルだったら全然派手派手にはならないし意外とコーディネートに馴染むのでチェッカーのスリッポンかっこいいのでねおすすめです。ちなみにサイズはですね 28.5cm ですね 10.5 かを僕は履いてます。 US 規格と日本規格の、見分け方みたいなのはね、結構 TikTok とかね YouTube のショートとかでもそういう動画、出てると思うんですけど、僕も一応言っとこうかなという感じでですねまず箱ですねと見分け方はですねまず箱はねこの赤い箱です。アメリカ規格は赤い箱で日本規格は普通の段ボールのこういう茶色のねこの色普通の茶箱です。でアメリカ規格は赤箱っていうのがまず一つですね。で品番で、見分ける方法は品番がねどこだここですね。品番がねこれです。この VN の次に N が来てるやつ V の次に N が来てるやつはアメリカ規格です。V の後に違う数字だったりとかが来てるやつは大体日本規格だと思ってもらっていいと思います。 VN が、アメリカ規格です。それが一番こう箱とか品番ではね分かりやすい違いかなという感じですね。でこれ木型が違ったりとかっていうのはパッと見分かんないのでこのね反り具合が日本規格の方が結構こう反ってるっていうんですけど比べてみれば分かると思うんですけど、パッと見でねこう単品で見てもあんま分かりにくいかなと思うのでその辺はちょっと難しいかなと、あとはこのねサイズのタグここに裏にね、スリッポンなんであれですけど、オールドスクールとかでもう終端の裏にこのサイズのタグが貼ってあります。アメリカ規格は日本規格はねこの何て言うんだろうこの横側横っちょにねペタッと貼ってあるんですけどアメリカ規格はこの裏に貼ってあります。それはねこの好みなのでアメリカ規格がいいとは言えないんですけど日本規格の方が日本人のね足に合ったりするのかもしれないし日本規格の方が好きっていう人ももちろんいるかなと思うんですけど僕はアメリカ規格の方が好きなので形も好きなのでアメリカ規格を履いてます。履き心地とかはぶっちゃけあんま変わんないと思う、若干もしかしたら日本規格の方がこのインソールもうちょっとふかふかでいいのかもしれないですね。日本規格はあんま履いたことがないんでちょっとあんま分かんないんですけどっていう感じで、一応違いはありますよという感じです。でこのね反ってんのがあんま好きじゃなくて日本規格のアメリカ企画のこのペタンとした感じが僕は結構好きで、アメリカ企画を選んでます。ヒールパッチとかあんま変わんないかな、多分あんまり変わんないと思います。はい、っていう、まあ簡単に見分ける方法としては、箱が赤箱で品番が VN ですね。でこのサイズのタグがこのね終端の裏にあるっていうのが一番、まあ、分かりやすいかなと思います。で買えるとことしては、今だと ABC マートがバンズ扱ってるので ABC マート行けば売ってるんですけど、大体どっちもありますね。今 ABC マートグランドステージ、 ABC マートグランドステージ、名古屋だとパルコの中ですね、これもそこで買ったんですけど、 ABC マートのグランドステージ行けばどっちもあると思うので、それで比べたりもね、日本企画とアメリカ企画比べるっていうのもいいんじゃないかなと思います。で値段は定価で7100いくらです、税込みで。1万円以下でねこう買えちゃうんで、バンズはだからこうどんどんね、買いやすいっていうのもあって、あの色も欲しいとかね、これも欲しいとかでこうどんどんハマっていくんですけど、まあ、1万円以下でやっぱスニーカー買えるっていうのは熱いですよね。あと僕がねよく履いてるのだと、スリッポン以外だとこのねオーセンティックもね、愛用してます。これネイビーとブラックですね。ブラック、黒の方がまあよく履くかな。これも、US 規格のオーセンティックですね。結構もうボロボロになってきてるんですけど、これもね愛用してます。やっぱオーセンと、スリッポンがやっぱ僕の中では結構定番で、オールドスクールも1個真っ黒のやつ持ってるんですけど、あとエラか、ここにねクッションがあるタイプのエラもね1個持ってますね。持ってるんですけど、やっぱこのオーセンとスリッポンがやっぱ使いやすすぎるので、こいつらのね頻度がやっぱり高いかなという感じですね。あとSK8 でスケハイ、あれもねかっこいいんですけど、なんかねちょっと僕は、あんま似合わないというか、バッチリ来ないので、やっぱこっち系のオーセンとかねスリッポンがいいかなっていう感じでございます。あとはコーディネートですね。コーデに関してはですね、僕は、まあ、いろんなパンツで合わしたり、したんですけど、結局やっぱりこのねディッキーズ874が一番相性いいかなと、この辺には相性いいかなっていう、結論に至りました。ペインターパンツだったりデニムだったり、スラックスだったり、いろいろね、まあ、選択肢はあると思うんですけどね、大体どのパンツ履いてもまあ似合うは似合うんですけど、なんかやっぱりディッキーズ874との相性がいいというか、勝てないですね僕の中では。なので僕はまあこの辺履くときはディッキーズを合わせることが多いです。ショート動画でも、ディッキーズにバンズ履いてる動画何個かあると思うんで、そっちもねぜひチェックしていただければなと思います。はい、バンズかっこいいよな、かっこいいわ。なんかこのやっぱスニーカーこう綺麗に履くみたいな、風潮あるじゃないですか。だけど、バンズとコンバースはやっぱ汚れててもかっこいいと思うんですよね。だからあんまり気にせず、ガシガシ履いて、まあ、汚していったらいいと思います。僕の持論ですけど、そういう人多いんじゃないかなと思いますけどね。まあ、バンズは結構汚くても、絵になるというか様になるので、もう穴開いてボロボロすぎるのはちょっとどうかなと思いますけど、まあ、ある程度汚れてるぐらいでも全然かっこいいと思うので、まあ、新品よりむしろちょっとね、こういう風に汚れてきてるぐらいの方がこう馴染みやすくて、履きやすいかなっていうのもありますね。かっこいいかなと思います。はい、ということでですね、今回は、バンズをねこのスリッポンを新調したので、これの紹介とね、アメリカ企画と日本企画のねこう違いだったりコーディネートだったりっていうのをねちょっとお話ししてみました。いかがだったでしょうか。皆さんバンズ履きましょう。まあ、僕もいろいろ靴履きますけど、やっぱりこの時期はね特にローテク系が履きたくなるし、バンズ、特にバンズは履きたくなりますね。コンバースとかも履きますけど、もうかっこいいですよね。まあ、シンプルなんでいろんなね服に合わせれるし、いろんなコーディネートにこう取り込めると思うので、特にスリッポンとかこのねオーセンティックは、取り入れやすいと思うので、ぜひチェックしてみてほしいです。はい、みんな履いてると思うけどね。っていう感じで本日のね動画を終わろうと思います。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。